さあ本日1着2着とまとめました佐藤京子さんです。どうもお疲れ様でございました。いやいや、ナイスレースでございました。ありがとうございます。どうぞ、足の感触どうですか。やっぱりいいもんですか。まあそうですね、うん、新店ではそのいいエンジンっていうのはハテナやってるんですけど、はい、レース行ったら、うん、やっぱレース足は良さそうな感じはあります。東京だけで10点、8点ね、9点稼ぎましたよ。どうしましょう。いや、本当にとりあえず極度の緊張からは、いやいやいや、ひとまずはこれどうなんでしょうね。選手の人から言わしたら、あんまり最初の初日2日目ぐらいにいい枠が回ってくるのは、はい、あんまり気持ち的によろしくないもんですかね。やっぱり調整していっちゃう、ちゃいます。地元なんで、はい、まあ、そこは、まあ、すごい緊張しましたけど。なるほどなるほど。でも、はい、結果的に、いやいや、もうね、任務はもうきっちり果たされました。これからお疲れ様でございました。さあ、このね、ね、ウェブでございますけど、まあ、ちょっとね、選手の人のね、いろいろプライベートなことも聞こういうことでね、はい、ちょっとこういういろいろね、聞きたいことね、山盛りあるんで、ちょっと引いていただきますか。何も怖いことはございません。そうですね、はい、じゃあいきましょう。あ、宿舎に必ず持っていくものは、もうこれも毎回もうどの量、はい、ね、競艇ボートレース場に持っていくように。そうですね、はい、カタコみたいな、テニキューみたいなのがあるなんか壺を押せるようなやつとか、はい、まあ、読むかは分かんないですけど、一応本は持っていくのと、最近はコーヒーをちょっと知り合いのお店からいただいて、へー、美味しいコーヒー入れてちゃんと立てるような形で、はい、もう ドリップまではしていただいて、うん、あとはトットットって出すの、はい、ほなみんなちょっとちょうだいみたいな、ちょっと寄ってきたりとか、まだ、ね、いい匂いみたいなのを言ってくださるんですけど、あ、なるほどね、はい、なるほどなるほど、わかりました。じゃあね、今日も美味しいコーヒー飲んでいただいて、また2日目、3日目以降頑張っていただきたいと思います、はい、じゃあ最後ファンの皆さん一言お願いできますでしょうか、はい、一層一層集中して頑張って予選突破できるように頑張ります。はい、本日1着2着でね、締められました佐藤京子選手です。どうもありがとうございました。イエーイみたいな形で、あ、グラッチョありがとうございます。